さんこんにちは、蝶野舞です。今日は誰でも成果を出す、結果を出すことができる究極の秘密についてあなたに伝授したいと思います。その秘密とはもうズバリですね、結果を出すか出さないか、出す人と出さない人、世の中には2種類の人がいるんですけれども、結果を出す人っていうのは 1% と呼ばれています。そして結果を出せない人が 99%、100人に1人しか結果を出すことができないんですが、これを見てらっしゃるあなたがこの 1% に入る究極の、まあ、裏技ですねをお教えしたいと思ってます。私は今まで全てのこと、もうこれをやるって決めた全てのことを結果を出してきました。例えば13年ぐらい前ですかね、インターネットビジネスを始めた時はインターネットビジネスの業界には男性しかいませんでした。女性でしかも子供がいる主婦でインターネットビジネスをやっている人なんか誰もいなかったんですね。やっていたとしてもなんとかママっていうニックネームをつけて、アバターで顔も出さないで名前も出さないでこそこそとやっている状態でした。でその時に私が初めて顔も出して名前も出して子供の写真とかも全て出してプロフィール全部明かして、そしてインターネットビジネス業界に乗り込んで、たった3ヶ月でもう本当にこれは結果を出したと言ってもいいというレベルまで突き抜けました。まあ億稼ぐことができたんですね。でその時もそうだったんですけれども、その後もある旅行クラブの販促マーケティングで世界一を3ヶ月で取りました。全て3ヶ月でやってるんですね。でこれはどうしてなのか、私が特別な人間なのか、私がその他の 99% の人と違って 1% の特別な才能を持っているのかというと、全くそんなことはありません。私はもうごくごく普通の平凡な、そんな大した才能もない普通の主婦ですし、何もない、持ってないんですけれども、ただ一つこの成果を出す秘密を知っていただけなんですね。ですからこの秘密さえ知ればあなたも必ず成果を出す 1% の人になれるということなんです。まず秘密その1、期限を決めること。これをやるって決めた時に私は必ず期限を決めます。でいつも3ヶ月って決めてるんですけど、これは人それぞれね、どれぐらいの期間でもいいんですよ。ただ私の場合は3ヶ月しか集中力が持たないんですね。集中力なんですよ。集中、もうそんなに長い間ずっと頑張るって人間できないんですね。だからあなたはどれぐらいの集中力が持つのかっていうのがそれなりに分かっていると思います。私の場合は何をやっても3ヶ月ぐらいすると飽きちゃうんですね。だから3ヶ月以内に結果を出さないとこれはもうものにならないなっていうのが自分の中の体感で分かってますので、必ず3ヶ月でやるというプランを立てます。あなたは自分が今までやってきたことの中で何らかの成功したことって必ずあると思うんですよ。お習い事でもいいし、子どもの時の学校の中で何かこうちょっとできたとか、ヒーロー的な存在になったとか、何かしら成功体験っていうのがね、ちっちゃくてもいいのであると思うんですね。その時にどうだったか、どれぐらいの期間集中できたのかっていうことを思い出してください。それがあなたの適切なその目標を達成するための期間になります。まずこれを決めてください。そして退路を断つこと、2つ目のポイント、退路を断つこと。自分がそれができなかった時の逃げ道があるからみんな逃げちゃうんですね。まあいいかとかなっちゃうんですよ。だから退路を断つこと、私の場合は何か人にこう言った時にそれが嘘になっちゃうっていうのがものすごい嫌いなんですね。これは私の性格です。あなたはあなたの性格の中でどんな退路を今まで用意してたのかっていうのをちょっと洗い出してみてほしいんですけど、私はもう言っちゃったらやるしかない、もう言っちゃったからには言ったのにやらないっていうことが自分の中で許せないっていう性格なので、これを退路を断つために必ず人に言います。私は3ヶ月以内にこれを達成するよ、こうなるよ、億稼ぐよ、何でもいいですけど、自分がその時決めたものですねを人に言うんです。その人っていうのは親しい人だけじゃなくて大きい声で不特定多数の人に言うんですね。
今だったらもう YouTube とか Facebook とかインスタとかいっぱい SNS ありますよね。ここで公言します。そうするとみんなが見てるわけですよ。 あいつあんなバカなこと言ってるよって、そんなんできっこないよって、私は今までできっこないよって言われてきたことを全部達成してきました。この全部達成してきた秘密がその期限を決めることと退路を断つことにあったんですね。退路を断つために公言したんです。で、絶対に言ったからにはやらないと。私は自分との約束を破るのがものすごく嫌いな性格だったんですね。だからそれを退路を断つってことにつながったわけなんですけど、人によっても別にできなかったあはーで済んじゃう人はこれは退路を断つっていうことにはならないので、あなたにとって退路を断つっていうことが何を意味するのかっていうのを考えていただいて、そして必ず退路を断ってください。例えばもう何か稼ぐと決めたとしたら、仕事を辞めるとかね、3ヶ月で稼ぐぞって決めたら3ヶ月後に辞めますっていう辞表を出してしまうとかね、そしたらもうその後辞めざるを得ないですから、辞めた後の収入源を作るために3ヶ月で成功させるしかないっていう状況になりますよね。まずそういったことです。そういったことで退路を断ってください。そうすることによってあなたの本気スイッチが入ります。本気スイッチが入ると人間っていうのは火事場のバカ力っていう言葉があるように、本気スイッチが入ると何でもできるんですよ。特にすごい才能があったりとか、頭が良かったりとか、スキルを持ってたりとか、ノウハウがあったりとか、何にもなくても、何にもない人でも本気スイッチを入れるだけで火事場のバカ力が出るんですね。すごい力が出るんですよ。この力を出してあげるために期限を決めて退路を断つ、この2つが絶対的に必要になります。そして最後3つ目、何のためにそれをやるのか、何のためにそれを自分がやりたいのかっていうモチベーションの部分です。その根拠になる部分、それが明確にはっきりしてないと、途中であれなんでこんな大変なことやってんだろう、もうやめたって、もう疲れちゃったし、こんなことやる必要ないよっていうふうにね、ブレてしまうんですね。だから3つ目はモチベーションのありかをきちんと把握しておくことです。何かあなたをかきたてるような、何でもいいですよ、あなたの、私とあなたは違うので、私のモチベーションになることがあなたのモチベーションになるとは限らないので、私と同じではないと思いますが、私が今取り組んでいるのは不労所得と不老不死を両立させて幸せに500年の寿命を生きる人たちを、趣味が合うね、私と趣味があってこう話してて楽しい少数の仲間を作っていくってことに全力コミットしてるんですね。で、これはもう不老不死を、不労所得はもうだいぶ前からもう完成してるんですけど、不老不死を得るっていうのはもう本当に人類の昔から叶えられなかった夢だった、王様だったり大富豪だったりが求めて叶えられなかった夢だったんですね。これを私がチャレンジするというふうに決めて全力で取り組んでいます。で、そのモチベーションの根拠っていうのは、私の場合は寿命を延ばすと何がいいことがあるのかっていうと、世界中の書物を全部読みたいっていう欲求が小さい頃からずっとあったんですね。そのためには今の寿命、80年とか100年とか120年では足りないんです。計算したんです。足りないんですよ。で、私の計算では1000年ぐらい必要なので、500年でもまだ足りないんですけど、500年後にもう一回もう技術革新があって、それが1000年に伸びるだろうという期待を込めて、まずは今実験室上で可能だと言われている寿命を500年に伸ばすというところにチャレンジしようとしているんですが、私にはそういう明確な根拠があるんですね。だからそれを全力で取り組める、それを絶対やりたいと思っているからです。だからあなたも何かやりたいと思った時、結果を出したかったら、なぜそれをやりたいのかっていう、こうモチベーションの部分、あなたのモチベーションが何なのかっていう部分を明確にしてください。以上の3点をしっかりと組み立てれば、どんな人でも必ず火事場のバカ力を出すことができて、どんなに難しいと言われていることでも達成することができる、普通の人が達成することができる方法はこの3つを揃えることしかありません。よく覚えておいてください。あなたも必ず目標を達成することができます。チャンネル登録はこちら。他にもインスタやツイッターやってますので、ぜひ登録してください。ご視聴ありがとうございました。